か今回がっつり共演させてもらって、えこんな優しい人なんだ、なんか私にとってはなんか菩薩みたいな、まあ、とにかく剛速球投げてくる女優さんですから、それをこう全部漏れなく全部受けていこうとか、でそれに全部その熱量をちゃんとこう返していくぞっていう風に身構えてしまうところもあったんですけど、エイタは私なんか戦友みたいな感じで、でも私エイタすっごい好きなんで、やっぱ役者としてだから食われる覚悟ではいました。なんかマキちゃんとはどんな役でも結構こう緊張感というか、こう人としてのこう距離感がある役が多いので、いくら恋人役やったとしても何かお互いにちょっと痛いものを背負っていたり、そういった意味でそんなに構えずにはいましたけど、やっぱりある独特な2人の空気感はやっぱり生まれるなという気はしました。希望の映画だと思うんですよね。だからそのかなえちゃんも私やってて、途中まではすごく辛くて、で結構家に帰っても割と引きずって辛くなっちゃったこととかあったけど、でもやっぱり支えてくれる人がいたりとか、うん、生きてる限りなんかこう、光って絶対あるから、最後こう漫画にはない原作にはないものをつけ出したんですけど、そこのシーンを見てなんかこうみんな、希望を見出してくれる映画になってくれたらみたいないうふうには思いますね。終わりました。本番。本番。はい。何のご用ですか。住み込みの募集って聞いてきたんですけど。旦那、蒸発しちゃったのよ。え、それから全く連絡ないの。私たちお互いのことを何にも分かってなかったのかもしれないね。じゃあちょっとお聞きしますが、人を分かるってどういうことですか。本当のことなんて誰も知りたくないんだよ。自分が何者かをなぜあの子に伝えない。取り返しのつかないことになったらどうしよう。奥さん誰かの心の奥底に触れた時、本当の思いが溢れ出す。私も嘘をつくことあるよ。